ンの皆様、こんにちは、小柳あゆみです。はい、さあ始まりました、あゆみの大冒険。今回で第7話目ですね。ちょっと7とかできないけど、の収録となっております。本日お邪魔しているのは栃木県栃木市にありますベガスベガス栃木店さんです。ご報告があります。もうね、こんなポイしてやりますわ。ほらポイ、ほらポイですよ。勇者はね、盾を手に入れました。見て、どう、布の、え、村人がくれた村人からの物資で勇者は生きている。これマジで、え、全部村人がくれたものなんだけど。それさ、後ろどうなってんの。これね、なんか多分手通すところあるんだけど、ちゃんとなんか通んなくてさ、こう外れなくなって事件になりそう。あ、え、ちょっと行ってみてもいい、ワンちゃん。あ、無理だ、これダメ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 。ということでね、今日もあの装備は完璧で、あの行きたいと思います。でね、ちょっとね、一応ね、抽選は受けて、今日はあの14番だったんですけど、ちょっとね、打ちたいなって思ってる機種はあるので、ちょっとそれが取れるかどうかはこの後のお楽しみということで、じゃあ早速冒険の方行ってみたいと思います。おはようございます。あー、ごめんなさい、よいしょ、やばい、急がなきゃ。すごい、なんか剣と盾を持ってるさ、弊害が出てるわ。どこ一番奥行くか、どれ行こうか。こういう時はね、前日とかを見るわけよ。ということで、じゃあここで行こうかな。吉宗、座りたかったやつ座れたので出ていきたいと思います。ちなみに、まあ信頼なので、もちのロンで初打ちでございます。お見苦しいとこで、ね、今日もお見せすると思うけど、よろしくお願いします。一富士二鷹、あ、一富士二鷹、あ、三高機で、これここにこれが来たから強チェリーかな。あ、ね、じわじわここ溜まってんの知らなかったわ。知ってた、知ってるか、知らなかったわ。じわじわ今戦前の85、めっちゃ遠い。なんか最近親が YouTube を覚えて、いや、なんかね、そのパパはYouTube で結構いろんなもの見てたらしいんだけど、最近このママが YouTube を覚えて、小柳あゆみで検索をね、していろんな動画を見るようになったらしくて、で、私あの親と仲いいから毎日のように電話するんだけど、あのさーって言われて、なんか結構こうなんか深刻な口調で、でどうしたんだろうって思ったら、なんかYouTube でさ、うんこ漏らした話すんのやめなよとか結構普通に言われて、こういうの見られてるって思うと、いろいろ話すことを考えながら喋んないとやばいなってすごい思ったし、このね、多分大冒険とか新人ライター育成計画とかも普通に見てるっぽくて、罰ゲームのイメージしかね、でもないらしいですよ。すごいいじめられてるねって言われました。決められてることに対してお母さんはどう思ってる？え、めっちゃ笑ってた。すごい楽しそうにしてるねって言われた。やばいよ、いじめられて喜ぶ娘だと思われてるってことでしょ。嫌なんだけど、親にそんなこと思われてんの嫌だな。
皆さん、私そのゴルフチャンネルを最近やっててっていうかやらせてもらってて、そのねゴルフチャンネルとかは親めっちゃ喜ぶし、私だから動画上がったら URL 送ってあげるよ。あ、違うわ、私がさその URL 送ったからさ関連動画で私の動画が出るようになっちゃったんじゃない？見られちゃいけない話をするなってことなんだよ。だからうんこ漏らすなってことだよね、要は。あ、でも1回だけなんでね、漏らしたことあるのは。あ、最後かな。あんま増えなかった。あ、なにこれ、2倍チャンス。あんま増えなかった、100か。なんで？え、これがさ、今さ、1000は溜まったけどさ、こっからどうなっていくのかが全然分かってない。
海中線あるっていうやつね。降りるぜ。
心にまだまだ余裕を持ちながら打ててるのがすごくいい。なんとあ、さっき吉宗でやったんでジーヤで行く。行くよ。レバーオンで決まる。レバーオンがめちゃめちゃ大事らしいんで、頑張る。レバーに点を込めろって G アップ発生で大量馬の線って書いてある。
だけど。いや、ありがたいんですけども、最初の青がめっちゃすごかったんだ。占領オーバー。あー、お、お、全部あ、これだけど。いや、でもさ、頑張ったよね。